コカ・コーラとペプシー両方置いてあったらどっちを選びますか私なら2本とも伸びます。南品おやジです。本日のテーマは超グロース銘柄4241狙いたいということで4241をご紹介いたします。まず4241当てくと こちらですね、化学の会社であります、何の会社かと言いますと、検査機材ですね、それからですね射出成形メーカーということで、あとはですね半導体資材ですね、こちらですね、世界シェアがですね70%というですね驚異的な会社であります、で最近力入れている、この PIM というのが、ね、自動車用部品。 それからですね最近ではですね IHI こちらの方にも使われるということで今、話題の今、注目のアテクトであるんですけれども株価の方ですね。あまり 思わしくありません。これですね、ちょっと中身の方見ていきたいと思います。まず株価981円ということで、昨年なんかはですね、非常に1200円をですね、伺うところまで来ていたんですけども、今は981円。で、時価総額がですね、43億円、ROE が4.5%、ROE1.3%、RO e それからです、ね、PER が28倍の PBR2.43 倍で、配当利回りが、ね、1.02%となっており、自己資本比率29.7%とえ、これでもです、ね、低いように感じますが、これでもです、ね、回復機構というかです、ね、財務がです、ね、健全化してきた数値であります。前はです、ね、もうちょっと悪かったような気がします。 でですね、主なコア事業としましては先ほど言ったです、ね、衛生検査、まあ、シャーレといえばわ、ねまあ、かるかなと思いますけれども、がん細胞のです、ね、検査、培養です、ね、あとはです、ね、洗浄、検査が主なコア事業ということで、まずは衛生検査機材、それからです、ね、第2のコア事業としまして、半導体資材、これがです、ね、世界シェア70%。 あのですねまあ、ディスプレイの、まあ、シールテープというかです、ねまあ、周りに貼ってある素材というふうに思っていただければです、ね、ここにも書いてある通りなんとかなんとかテープなんとかなんとかテープということで、えー、もちろん、ね、4K テレビ、8K テレビそれからです、ねまあ、スマホそれからです、ねまあ、タブレットなどにも使われるので非常に今後もです、ね、成長の、えー、見込める市場 見込める商品というふうになっております。でですね、まだまだ売上た売上から見るとですね、非常に小さいんですけども、こちらがですね、え私が期待するですね、PIM という言われるもので、えこちらがですね、金属のコーナー、それからですね、液体と混ぜて、そこから圧力をかけて固めるというですね、ちょっとですね。 ここの会社にしかない技術というものがありましてこちらがです、ね、今後私は注目している会社であります。 しゃべってるだけじゃ分かりませんので、まず写真を見てもらいましょう。シャーレ、まあなんかね、理科の実験やらですね、まあカビなどを、ね、培養して、ここで見て分かるかと思います。主にがんのですね、細胞、それから病院、検査等に使われている衛生検査機材事業というのがまず第一の柱。それからですね、世界シェア70%の半導体、 資材事業というのがです、ね、これ非常にすごいものであります。見るとです、ね、ただの布かテープかわからないようなものなんですけども、これがです、ね、非常にです、ね、技術の高いアテクトの商品であります。でですね、売上的にはまだ10%も1割もないこの PIM 事業、このような商品なんですけども、これがです、ね、作り方が非常に魅力的で、普通はですね、まあ 鉄などを溶かして金型に入れ、それをです、ねえー、チップやドリルで削ってさらに研磨するというのがです、ね、普通の、えー、鉄、それからです、ね、部品などの作り方なんですけども、こちらはです、ねまあ、素材の作り方からも違いまして、えー、圧力です、ね、をかけて、えー、金属の粉と。えー 溶液をです、ね、混ぜて、えー、そうこをですね、圧入して、消、えー、結するというです、ねえー、この PIM 事業、こちらがです、ね、私は注目しております。 まずはですね本日はピムの素晴らしさ、こちらをですねお伝えできればなぁと、他の金属や他の部品と何が違うのかなぁというところをです、ね、分かっていただければなと思います。えはですは、ね、1つの金型から大量の部品が作れます。なので、この形を変えればです、ね、いろんな形状の部品が作れます。また、ですね固めた後もですね、えー、削ったりすることはないので、その もう完成品の形で出てきますので、工具ですね、ドリルやチップと言われるですね、金属を削るもの,のです、ね、を気にせずですね、寸法精度の良い高高度の部品を作ることができます,でです、ね。寸法精度がなぜ良くなるかと言いますと、普通の鉄はですね、溶かして金型に入れて、それをですね、ドリル、 で、削ったり、チップで削って、そこを研磨して完成にするわけですけれども、ピームという方法はですね、この金型に流し込んでですね、それをですね圧力をかけて消結する、焼き固めるということなので、もう一発加工なんですね。ですので、高い高度で最初から作れるというのがですね非常に魅力的です。で、このピームというのはですね、大きく分けて2つあります。 金属粉末射出成形法とセラミック粉末射出成形法、何が違うかと言いますと、まあ、素材の違いです、鉄の塊があるとしたら、その中身がです、ね、金属なのかセラミックなのかということで、呼び名がですね、MIM か CIM ということで、まあ、ですねそのどちらも作れるのは、世界でこのですね、 アタックそれからですねピームのです、ね、素晴らしいところ複雑形状ができますよここの金型を変えれば、ね、いろんな形状ができますそれから耐熱性も、えー、優れているということでえー、っとですねなぜ耐熱性に作れているかといいますと金属とまあ簡単に言いますと、えー、ボンドのようなものを混ぜてですねここに圧力をかけてえー あの流し込んでですねそれを消血、えー、焼,焼き固めるんですけれども、えー、いろいろです、ね、加工のことを考えなくていいので、えー、非常にですね高度にも優れておるし、えー、流し込んで圧力をかけるだけなので後から削って。 たりですね穴を開けたり、研磨したりという工程がありませんので生産性にも優れている、それからですねこの金型に流し込んで圧力をかけるので均一に同じものがです、ね、たくさんできて寸法精度も良いということで非常にですねメリットのあるピムという加工方法です。でです、ね、ですすねねこのピム 4つの技術を、えー、1つの方法としてピ i ムと読んでおります。それからです、ね、それはですね独自の材料技術、それから独自の脱脂技術、これ、脱脂というのはですね、ここで脱脂って読むんですけども、油を取るという意味であります。それから 洗うというふうに思ってくれればいいと思います。それから独自の射出成形技術ということで、まあ、金型の技術だと思います。あ、ここに書いてあるんますね。材料の特性に合わせた金型の製作ということで、まあね、射出というのはこちら、すみません。圧力ですね。え焼き固めるではなくて、ですね圧力をかける技術。そこから金型の技術ということで、この4つが合わせて、 で、ピムと呼ぶんですけども、それをですね、べて自社の独自で持っている世界で去った1つのメーカーであることが、ですね、非常に魅力的なことであります。素晴らしいピムなんですけども、アテクトの中の売上高で占める割合はまだ2.9%。 まだ小規模でありますし世界中を見てもですねまだ PIM というですね部品が使われているのも少ないですし今後、世の中に出ていくものでありますので、えー、ここですね非常に魅力的でありますしこの利益率を見るとですね34%も利益を出しているということで、まあ、これですねここの数値が1桁伸びただけでもかなりですこ,この金額が上がってきますので今までこそ売上構成費、セグメント別の売り上げだからですね。まあシャレなどの 衛生検査機材が53%それからさっき言ったですねディスプレイの素材ディスプレイの素材じゃないですねカバー、シールカバーですね半導体資材が43%を占める中ここで新たなコア事業となりつつ ム事業ですねこちらがですね要注目でありますが、まだ2.9%ということで、非常にですね魅力的であります。それからです、ね、どんな国に売っているのということで、やっぱりですねこの韓国、台湾と、ですねやっぱりこの半導体というか、ですね、えー、スマホ、それからタブレットですね、えー、こちらを作っている、えー、国に売り出しているというのが、ですね、えー、非常に 売上高海外売上高の構成を見てもですねわかるかなと思います多分ですけどもこの台湾と韓国にはですねこの半導体資材ですねを多く売り、えー、ですね日本ではですねまあ、衛星半導体ピームを使って売上を上げているのではないかなと推測されます業績の予想通期の業績予想を見ていきます まだまだですね、26億円から31億円と、この5年ではまだまだですけども、それでもです、ね、順調に伸ばしており、ですね、今期なんかは営業利益85%アップ、それから最終利益も2倍のです、ね、1億5000万円ということで、まだ時価総額もね、43.5億円と、ですね、ここもですね、ある意味魅力的ではないかなと思います。 近況の業績、コロナショックのです、ね、一番苦しいときは、さすがに最終利益赤字ですけれども、えーですね、売上高を見ますとです、ね、まあ、そこそこの数字出してきておりますし、最終利益もです、ね、順調に回復していますので、営業損益率、こちらもです、ねまあ、まだまだ今後、成長次第では大きく変わってくると思われます。 続いて財務の方を見ていきます。自己資本比率30%程度を推移しており総資産、自己資本、そんなに変わっておりません。剰余金もですね、まあ、これ、1億6000万から2億7000万ということで、この会社の規模で、まあ、こんなもんなのかなという感じはいたしますが、より主催倍率が、ね、ちょっと高いのは気になります。えこれはですね、会社の、えーっとですね、中期経営計画。 報告書にもありまして、健全化を目指す、財務の健全化を目指すということで借金を減らしていこうというですね、意向は出しております。キャッシュフローの方を見ていきます。営業キャッシュフローはですね、かなり6億円、まあ、4億円、4億5千万ということで出しているんですけども、稼いだ分はしっかり投資に回しておりですね。しかもですね、今現在、 稼いでいないピム事業ですね。売上に関しては、まだ3%でしかない売上の p ピム事業にですね、大半を投資しているということで、会社のですね、ピム事業にかける思いもですね、見て取れるかなというふうに思います。これはですね、会社のホームページから見れますので、ぜひ皆さん覗いてみてください。 それから、ね、配当の方ですけども、一応直しておきます。今期も10円予想で、配当も1%ということで、寂しいと言えば寂しいんですけども、これからです、ね、成長、大きく羽ばたこうとしていく会社でありますので、まだそこはですね、多めに見てあげなければいけませんし、無理はできませんので、まあ、こんなもんなんでしょう。優待の方ですけども、まあ、当然ですけども、ありません。今後なんですけども、これがですね、最新の決算。 単身なんですけども、8月6日に出されたものなんですけども、売上高ですね、21年度はですねマイナス12%、で営業利益もマイナス77%になっちゃったよ、という風になっているんですけども、驚くべきことにですね、2022年度、3月期の予想がですね、売上高25.4%アップ、それからですね、営業利益がなんと717%ということで、 約8倍になると言ってるんですねこうこうでですね私この8月6日に出た時点で株価上がるのかなと思ったらそんなに上がらなかったですねまあ今後の先行き不透明感 とというのと半導体不足からによるです、ねえー、景気の低迷、それからです、ねまあ、全体的に市場の方も冷めておりますし、それからです、ね、感染の拡大によってです、ね、悲観的な今、市場となっておりますが、それにしてもです、ね、営業利益が。 ですね、これ、8倍ですよね、ここなかなかですね、えー、これ見ると買,買いたくなるんですけども、私だけでしょうか、それからです、ね、1株当たりのです、ね、市販基準利益もですね1.97円だったのは、ですね2022年にはですね16.98円とです、ね、すごいことになっております。でですね、今後なんですけれども、セグメント別業績、まず半導体。 次第ですね、えー、こちらですね、22年度、21年度に比べて22年度どうなりそうだということで、34.5%の増収、それからですね、 631.9%の増益ということで、やっぱり半導体で稼ぎそうだということで、さっき言った8倍のうちですね、6.3倍は半導体で稼ぐよということで、第一四半期の販売総量は創業以来の過去最高ということで、これ、過去最高ということで、素晴らしいことになっております。それからですね、シレーなどの衛生検査機材、こちらもですね、1058 パーセントとですね、とてつもない数字なんですけども、もともとがですね、これ、400万円だったので、営業利益、それがですね、まあ、12倍になったので、まあ、この数字は、まあ、インパクトあるパーセンテージにはなっておりますが、金額にするとですね、4000万。 4400万,万円程度の増益ということで、まあ、でも、ですね、えー、売上高もですね上がっており、15.3%の増収ということで、好調な受注状況と在庫の適正化により、単独の売上総利益は過去最高ということで、えー、コア事業の荷台柱、半導体と衛星検査機材、両方とも過去最高をですね2022年度は見込んでいるのに株価が上がっていない。 というのがでですす。ね、今現状でありますで最後に私が推しているですね、PIM 事業の今後なんですけども、2021年度、売上ですね、まだ1100万円しかないんですね。それがですね、倍増以上ですね、2500万、それでも2500万ですね。この2500万をよく覚えておいてください。あとの数字出てきます。でね、それでもです、ね、110%の増収益3 1 2 パーセントの増益ということで、まあ、3つの事業全部ですね。増収増益でまあ、半導体設備や工作機械の世界的需要回復の兆しにより110%の増収ということで、あくまで見込みでありますけれども、もえ見込みでですね。8倍の利益が出そうだというのもすごいものであります。でですね。この pm i 事業はですね。さらにまだまだ伸びそうでありまして。えー とですねまあとで述べるんですけれども IHI と合意したです、ね、2021年10月からはです、ね、量産開始ということで発注済みの本金型と本設備の立ち上げはおおむね完了ということで今から稼ぐぞという PIM の自動車部品。 に限ってのことですけどもまあピームのですねもうこれがですね自動車部品以外にも使われ出すと、えー、すごいことになるかなということになってきそうでありますそれからですね私冒頭に申したやっぱりですね安定量産技術の確立ということで安定量産ですね大量生産を安定的にお客様に供給するそれからですねそれに伴いコストもですね下げていかなければ、えー 引き続きですね、お客様に買ってはいただけませんので、そのですね、承認活動を随時進めるということで、PIM 事業もですね、非常に未来は明るそうです、それからですね、まあ、衛生検査機材としては、がん検査用のシャーレね、これが受注増ということで、それに対応していく、それからですね、半導体資材はですね、まあ、パネル、ディスプレイのですね、機材である、この ポリイミドフィルムですね、これが不足していることから、ですね、さらなる増産への影響が生じる可能性があるということで、えーとですね、半導体といっても、ですね、まあ、いろんな部品がありますので、ここもですね、半導体の、えー、非常にですね、えー、増産しなければ、お客様の供給に応えられない。 要求,ですね、要求に応えれないというところが見取れるということは、売り上げですね、すねえー、もううなぎ登りとまで言いませんが、必ずやいい方向にいきそうであります。 で2つのニュースがちょっと気になったので、ここに載せておきます。まずですね、先月のニュースなんですけども、アテクト、車ターボ向け部品生産、IHI に供給ということで、先ほど IHI に供給が10月から始まるということでですね言ったんですけども、ここにですね、5年後に PIM 事業の売上高、を現在の6倍の5億円ということになっておりますで。先ほど見た数字はですね、2500万円だったと思うんですね、2023年で。 2500万円の6倍だとです、ね、数字合わないんですけども、それ以上になるということまあ多分今期の6倍ということだと思うんですけれども、それでもです、ね、1億円もありませんので、この5億円になる。先ほど言った ですね、予想の2022年度がです、ね、2500万円の売上高になりそうだというところがです、ね、5億円になるというのは、ね、営業利益率がです、ね、30%あるということは非常に、ね、PIM 事業を期待していいのではないかなというふうに思いますえさらにはです、ね、アテクトが急反発ということでがん検査用シャーレと自動車部品の供給開始ということでこちらちょっと古い4月のニュースですけどもえこちらですね IHI、あとがん検査用シャーレのですね供給を始めるとかね、量産開始 が始まるということになったんですけども、先週飛び込んできたニュースで、トヨタがですね減産ということで、約4割の減産ということで、非常に大きな決断をしました。で、私の会社も無傷ではありません。ひょっとしたら、本当にですね9月か10月、丸々1ヶ月、会社休みになるんではないかと、ですね来週、会社が心配でありますが、でも、ですねほぼほぼ現実的になってきております。私の友人なんかに聞くとですね 全部ではないんですけれども、工場によってかなり差があるんですけれども、特に暇なところですよね、まあ、安定的にそんなにバカ売れしてない車の工場なんかは、ですねもうすでに9月、お休みというのはほぼほぼ決まっているそうです、まあ、売れてないというか、ですねそんなに売れてないというのは、例えばですけれども、レクサス。 だったりですね、まあ、新商品が出てない車ですよね。で売れてる車っていうと今で言うとですね、まあ、ラブフォーとかですね、えー、ハリアーとかいう SUV 系ですよね。それからですね、新製品が出ているカローラクロス、ヤリス。 ヤリスですヤリスクロスなどは、ですね多少は動かすんですけども、やっぱり休業はせざるを得ないということで、私はですねトヨタ自動車の孫会社になるんですけども、ここはですね非常にですね来週から厳しいことが予想されますので、このアテクトもですね自動車部品の供給だけはですねちょっと心配であります。 ですね。アテクトの4大新製品投入による売上拡大ということで、先ほどだけでもですね、今後楽しみなんですけども、先ほど言ったですね、IHI のディーゼルターボ部品というのがですね、このような部品になります。自動車関係の会社に勤めている私でさえですね、この部品見てもさっぱりわかりません。まあ、なんとなく鉄がですね、ついてるんだけども、これがターボの部品で、どのように使われるのかちょっとわかりませんが、 まあ、多分これが回るんだろうなというのはです、ねえー、なんとなくしわつくんですけども、まあ、なんせ、ね、IHI のディーゼルターボ部品ということで、こちら、中央注目です。でこれががん検査用のシャーレということで、よく見たんですね、えー、これ、培養の機械ということ、機械じゃないですね検査用のシャーレ。それから、ね、8K テレビのスペーサーテープということで、これですね、でこれがです、ね、液晶の周り。 とかですね記者の裏にこれが貼ってあるそうですですね。これがですね 4K テレビだと2.7倍 8K テレビだと4倍の消費量になるということで今後もですね、えー、非常にスペーサーテープ冷気もですね未来は明るそうですそれからですね最後に会員決算キットということでこれちょっと私すいません勉強不足で調べてなかったですですねこの4つの新製品を 売上拡大しです、ね、売上高あ10億円以上を目指すというふうになっております。 でですね、大型投資官僚ということで、えー、財務の健全化、最初に言ってたように、自己資本比率20%程度ということで、今、推移しておりますし、有利主催倍率もです、ね、もう2倍近くということになっておりますので、今現在です、ね、2016年からの投資内容、本社工場をです、ね、移転したということで、非常に多くのお金を使いましたが、えー 売上から先ほども言った通りですね PIM 事業3、3%しかないのに、これだけの割合を占めているんですね、だいたいどうでしょうね、えー、6分の1ぐらいは使っておりますね、少なく見積もっても、まあ、5分の1でも言っていい売上は3%程度しかないのに、投資は20%ぐらいしておりますので、こちら、要注目です、えー、逆に言うとです、ね、半導体資材の事業ですね。 売上世界シェア70%なのに投資はこんだけしかしてないというのがです、ね、ちょっとですね面白いところかなと思います。それですね、2021年度、売上高4.7億円で、ですね目標5億円だよという風になっておりますが、2026年には8億円ということになっております。 でですね、今後もですね、生産革新及び成長事業への積極的な投資を実行ということでやっぱりですね、PIM 事業に投資をしていくのかなというふうに思います。ええー、ですね、事業別売上高の成長性の5年後の予想であります。やっぱりですね、この PIM 事業がですね、約7倍に伸びるよう、で半導体は1.3倍、検査 機材は1.2倍、電車売り上げね150%以上になるよということで、非常にですね高い目標ではありますが、これはですね軽々とですね私は達成するのではないかなと個人的に思っております。この営業利益率も10%も特に無理してない数字ですし、営業利益も5億円ということで、40億あってですね10%の利益率があれば、ですね5億円近くは当然いくでしょうし、この ピームのですね利益率が30%ぐらいあるんですね。ですので、このやっぱり肝はピームなのかなというふうに思います。で改めてアテクトのですねこちら、チャートの方を見ていきます。こちら、月足です。一時は2500円をつける場面がありましたが、コロナショックで,です、ね、1 4分の1の650円という値をつけましたが、やっぱりでいまいちパッとしません。 でしかも今現在です、ね、自動車のです、ね、減産ということを受けて、981円という、ちょっと寂しい数値なんですけども、え見ていただいた通りですり、ね、事業の荷台柱はです、ね、半導体、それから検査用ですね。 の機材でですので非常にですねそんなに売り上げには影響しない、むしろです、ね、まだ伸びてないピムに影響を受けるということで、それを悲観されて下がっているのかなとはちょっとですね考えづらいですので、これは私、ですね買いかなと思っておりますし、今後もですねちょっとですね勢いよく上がり跳ね上がりそうな気はするんで、ですねもう私はですね8月の6日からちょびちょび買っております。 本日は以上となりますアテクトというです、ねえー、会社をご紹介いたしましたが、皆さんはいかがお考えでしょうか、まあですね、市場がです、ね、非常に冷え込んでいる中、まあ、アメリカのです、ね、ナスダックもです、ね、非常に低調に終わっております、それから先週飛び込んできたトヨタ世界生産数をです、ね、40%。 ゲということで、これがですね、非常に大きなインパクトで先週トヨタ、それからトヨタ関連の銘柄、自動車関連、まあ日産まで下がってましたね。非常に大きく落ち込んでおりますが、まあですね、皆さんもグッとこらえてですね、まあ、 非常にお買い得の銘柄があるかと思いますので、ぜひチャンスを狙ってですね、ぜひ買いをですね入れていただきたいなと思います。ぜひですね、えー、買いを、えーえー、とですね持ち株についてはぜひなんとか我慢してですね嵐が下り下が 去るの待つというか、ですねまあ、この緊急事態宣言が全国に出るかもしれませんが、まあ、去年のですね4月、この時と同じような状況になるか、それ以上になるか、ちょっとまだ先は読めませんが、まあねなんとかですね、えー 明るい未来を信じてですね、えー、あんまり無理のしない、えー、投資をして楽しんでいただければなと思います、えー。本日はちょっと長くなりましたが、以上となります。ぜひチャンネル登録、コメントお待ちしております。南平親父でした。